なんかこう駆け引きがこう裏目に出てその後の大量失点につながったんじゃないかなというところで、非常にね、私としては歯がゆいところはあったんですけどね。お疲れ様です。 KT です。今日は4月の12日ということで、本日も KT チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。はい、読売ジャイアンツ泉投手、ジャイアンツに移籍後初勝利ということでおめでとうございます。広島カープ初物プレゼント、今日も献上しておりますということで、もう悔しいですね。はい、そして栗投手は今シーズン0勝の2敗ということで、こちらもちょっとね、開幕つまずいてしまったかなというような感じがします。はい、今日はね、本当に序盤素晴らしい立ち上がりでね、もう今日はいけるだろうというような感じで、もう正直、油断しました。もう戸郷投手もね、ノックアウトしまして、今日はいけるだろうというふうにね、私が隙を見せた、油断したというところが敗因なのかなというふうに思いますんで、もう本当はね、本当はじゃない、本当に今日はカープを代表して謝りたいなというふうに思いません。油断しました、申し訳ございませんでした。はい、ということでね、もう本当にカープ甲子園でね、ビジターの中で2連勝して、東京ドームに乗り込むということで、一方でジャイアンツもね、3連勝して、東京ドームということになりますんで、まあどっちのね、勢いが本物かというところ、まあ今日の試合勝った方がさらに勢いをつけていくんじゃないかという試合で、いきなり立ち上がり初回初球野間選手が、ヒットを打つというところでですね、早速今日の振り返りを行っていきたいと思います。はい、初回初球先頭打者ホームランかと、まあ、ギリギリではなかったんですけど、フェンス直撃の、ツーベースヒットということで、野間選手がもうチームに勢いをもたらせてくれました。もうね、昨日いい勝ち方しておりますんで、そのままの勢いで今日も勝つぞというような感じではあったんですけども、はい、そしてまあ菊池選手がね、今日は送らずということで三振してしまいました。もう気持ちはね、現れておりました。なんとか進塁打を打とうという気持ちは現れていたんですけども、まあ三振してしまいました。はい、ただね、小園選手がなんか久しぶりのクリーンヒットかなと、結構ヒットは出ていたんですけども、ボテボテと言いますかね、詰まった当たりがいいところに飛んでてというヒットが多い、あとはゴロヒットかなという形でヒットを増やしてきたいんですけども、まあ、久しぶりに、ね、芯に当たったいい鋭い当たりのレフト前ヒットを、打ってくれまして、まあ、ここから、ね、また状態上げていってほしいなというふうに思っております。はい、そこで、ね、まあ、ワンアウトということもありまして、ライナーだったんで野間選手もね、もうスタート切れないと言いますかね、切ってはいけないところなんで、一塁三塁で残ってというところで、そこで次の堂林選手のかな、フォークボールバンバン行って、その間に小園選手が二塁を陥れるというところだったんですけども、スタートがですね、もうワンバンゴーでもうハリハリで行ったのか、それともね、ディレードスチール気味に、スタートして、もうね、どっちにしろバンバンじゃなくてもスタートするというような盗塁のね、類に入るスタートだったのか、ここはちょっとね、微妙なところであるんですけどね、何回か見返したんですけども、まあ、ワンバンしてから出てる、なんですかね、厳密に言えばワンバンしてからスタートしてるんですけども、まあ、ワンバンしようがしまいがディレードスチールということで準備をしていたという可能性もあるんでね、なので盗塁という記録をつけてあげてもいいのかなというふうに思いつつも、試合の方は進んでいきました。まあ、ともあれですね、小園選手がセカンドまで行きというところで、4番の堂林選手、追い込まれながらもさすが安打製造機ということで、こちらはちょっと嫌味のこもった安打製造機という褒め言葉でですね、ホームランがなかなか出ないという意味の安打製造機なんですけども、本当に渋いね、詰まらせながらもレフト前に落とすというヒットで、小園選手もね、いいスタート、いい判断していたと思います。一挙に2点取って、先制という形になりました。まあ、その後はね、ちょっと続かずということで、初回の方は攻撃を終えたんですけども、まあ最初記憶ね、初回に2点先制ということでスタートの方をしていきました。で、2回は三者凡退に終わって、3回はですね、再び野間選手、菊池選手、この2人で1点追加ということで、1、2番、もう中堅ベテランに入ってくるね、2人が頑張っておりますということで1点追加してね、本当にカープのペースで、試合が進んでいるなという感じはしました。で、4回というところでいきますと、まあ今のね、3回のところですかね、2回の裏に坂本選手にホームランを打たれた後でね、ちょっと1点差になって嫌な雰囲気のところで、菊池選手の野間選手がね、ヒットを打って1点取り返すと、取り返すといいますか、再びね、突き放すという形になりますんで、非常に流れとしては良かった。で、さらに4回は坂倉選手のソロホームランで、追加点を挙げて、再び3点差ということになりましたんでね、まあ今日は大丈夫かなというような感じがしました。で、その
裏に岡本選手にねホームランを打たれてというところで、まあ2点差になったんですけども、栗投手ならね、このままの点差で、もう少し長いイニング投げてくれるだろうというふうに信じていたんですけどというところです。はい、です。まあその坂倉選手なんですけども、まああの5番起用のね、期待に応えるということで、打率の方は今日の試合始まる前では1割9分ぐらいだったのかな、2割を、超えない打率の中でですね、本当に明らかに誰が見ても状態良くないだろうなという中で、新井監督は5番に起用してということでね、まあその起用に応えるホームランというふうになったんで、まあ一つね、これをきっかけにまたね、打率、それからホームランの方をね、稼いでいってほしいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、いい流れで来ている中、5回の表かな、ここで三者凡退食らうとちょっと流れ嫌だなというところでですね、3人目のバッター、2アウトでね、迎えた小園選手がしっかりライト前で、三者凡退をね、阻止するというヒットで出塁して、まあ相手に流れのいかないような攻撃ができているというふうにね、信じて、非常にね、私もこの台本を試合を見ながら作っていたんですけども、気持ちよく作っていたんですけどね、まさか今日のようなね、試合展開になるとは思っておりませんでした。はい、で、まあその5回の攻撃ね、菊池選手ハーフスイングで空振り三振ということになったんですけども、今山本浩二さんも絶賛しておりました。あの、ハーフスイングして、自分の中では振ってないというふうに止まっていたらね、ファーストの塁審が振ってるよということになったんで、まあ振り逃げが成立するという形になった後でもね、しっかり諦めずに、一塁まで走っていくという姿を見せました。まあ本当に 99.99% ぐらいはね、アウトになるというプレーではあるんですけど、もまあ本当に振り逃げという状況になったからにはもう走るよという姿勢を見せてくれたんでね、非常に良かったというふうに言います。まあ、ああいうところでね、結構ベテラン選手だとこう審判に文句言ってるふりして走らずにタッチアウトされて、おしまいというのがね、まあそれでも全然構わないっちゃ構わないんですけども、まあそういうふうにふてくされずに、振り逃げともうなったからにはね、チームのルールである以上しっかり走るよという姿勢を見せてくれたんで、まあああいうところをね、菊池選手が見せてくれると、チーム全体にもね、いい方向で浸透していくんじゃないかなというふうに思っております。甲子園でもね、こういうケースがありまして、甲子園の時はまあ自分の中でも、振ったという認識があったんで、空振り三振ワンバンという瞬間にしっかりね、走っていたという姿もありましたんで、もうちゃんとね、チームの決め事が守るよという菊池選手の姿は、素晴らしいなというふうに思いました。はい、という感じでですね、まあ5回までではあるんですけど、いいところでね、止めて、まあこの後はね、ちょっと、試合展開が試合展開だったんで、攻撃陣もね、ちょっと攻撃しにくいところもありましたんで、スルーしていこうかなというふうに思います。はい、ということでね、今度はピッチャーの方に行きまして、栗投手、5回までですね、ソロホームランの2本、もうヒットそのものもね、この2本で抑えていて、2失点ということで、まあ東京ドームなんで仕方ないっちゃ仕方ないんですけども、気をつけてほしいっちゃ気をつけてほしいというようなね、ケースでした。まあ坂本選手ワンアウトランナーなしなんで、まあ出塁させるのも嫌で、3、2になった、フルカウントになったというところをですね、まあ打たれてしまって、打った瞬間、それと分かる当たりということで残念でした。で、特に岡本選手のホームランね、2アウト2ストライクまで行った後に打たれてしまったんでね、これはちょっとやっぱり反省かなと。まあただ岡本選手ね、今絶好調ということで、なかなか抑える球がないというところは分からなくもないんですけども、2アウトからね、2ストライク取ってホームランというのはね、まあ4対これで4対2というところで1点はいいよと言いたいんですけどね、結果的にこうやってひっくり返されるというところを考えると、無駄な失点、無駄なホームランというのは塞いでおきたかったかなというようなね、ところはあります。はい、で、その後ですね、まあ、そこまでヒット2本、ソロホームランではあるんですけども、ヒット2本、打たれている中で、6回だけでね、今度は6安打7失点 KO と、いうことになりまして、最後の6本目は、まあ、森浦投手かな、にはなるんですけども、まあ、しっかり打たれてしまいましたと、いうことで、まあですね、いきなり別人になったというようなところはあるんですけども、じゃあ何が起きたのというところをですね、私解説していきたいというふうに思います。はい、まあ、一言で言うと、駆け引きに失敗、失敗っていうんですかね、駆け引きが裏目に出たというような形になりまして、まあ先ほど攻撃のところ5回までね、ちょっと一旦ストップしたんですけど、もう一回ね、カープの攻撃のところから見ていきますと、6回の表、2アウトでランナー1塁ということで、まあ坂倉選手がね、先頭デッドボールで出塁してランナー1塁になりました。で、そこから、まあ進塁できずということで、まあ1塁にね、ずっと釘付けというような形になりました。はい、田中康介選手
選手三振、田村選手三振ということで、まあ、二塁に行くことができずということで、8番の宇草選手になったところで盗塁を仕掛けるということで、まあ、見事ね、セーフになりました。あのデッドボールね、肘が痛いよという中で、しっかり走って盗塁をね、して二塁を落とし入れるという形になりました。まあ、この盗塁をね、失敗でもいいよというような意味合いでね、まあ、7回、じゃあ宇草選手先頭で、打席に立たせて、2人目のピッチャー栗投手のところでね、まあ、7回のところで代打を出そうかなという計算だったというふうに思います。で、仮に盗塁を成功してしまうと1塁ね、空くという形になります。で、バッターボックスに栗投手が入っていると、まあ宇草選手はね、あの勝負を避けると言いますか、申告敬遠まではいかなくても、ボールでね、誘いながら結果フォアボールになってもいいよというような攻め方になるということで、ネクストに松山選手を立たせるという作戦に出ました。まあ、ただね、そこまでの栗投手の球数からいきますと、まあここで変わることはないだろうというのは結構ね、誰が見ても明らかな感じだったんで、ネクストに立っている松山選手はダミーのためだけに立っているんだというふうにね、思っておりました。はい。そして、まあダミーとして松山選手をネクストに立たせているということもありますんで、仮に宇草選手がフォアボールもしくはね、ヒットなんかでチャンスの状態で、9番のねところに打順を回るようなことがありましたら、栗投手がそのまま行くという形になりますので、キャッチボールもできないんですよね。あのベンチの中で帽子取って、手袋とこのプロテクターだけつけて待って、それも相手に見えないような状態で待っていないと、この松山選手をねネクストに立たせている意味がないということになりますので、そういう駆け引きがねベンチであったというふうに自分は見ております。はい。なので、まあキャッチボールができないという中で待たされて、ベンチにてね、で結果0点に終わってしまって、次の回に、7点かな取られるというような結果になってしまったんで、で、まあ特にね、このキャッチボールができていないということで、準備不足というような形で、先頭の萩尾選手、2番目の佐々木選手に、ヒットを打たれるという形になったのかなというふうに思っておりますんで、まあそこまでね、4対2で勝っていたんで、そういうなんかね、ちょっと小細工的な、駆け引きと言いますかね、そういうのは必要なかったんじゃないかなと、普通に準備して待ってね、キャッチボールして待つ、もしくはね、もう打席、松山選手をわざわざね、ネクストに立たすんじゃなくて、まあ本当に誰でもいいんでね、控え選手、二股選手でもね、誰でもいいんで、初期選手も誰でもいいんで、ネクストにとりあえずね、立たせなきゃいけないというルールは多分あると思いますんで、誰かしらから行かないといけないとは思うんですけども、誰かしらを立たせておいて、クリとしてはね、ピッチングの方に集中してもらうという形でもよかったんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあそういう駆け引きがあって、思うようにキャッチボールができずに、そのまま、6回裏のマウンドに立って、先頭を出して2人目出して、その後苦労してという結果になったんじゃないかなというふうに思いますんで、こうなんかこう駆け引きがこう裏目に出て、その後の大量失点につながったんじゃないかなというところで、非常にね、私としては歯がゆい、ところはあったんですけどね。まあ栗投手、新井監督から言わせれば、たまにはこういう日もあるさというような表現をしていたんですけども、今日に関してはね、せっかり開幕投手対決というところ、戸郷投手の対決で味方が4点取ってくれたにもかかわらず、勝利投手になることができなかったというふうになってくると、もうなんか前回とかね、前々回もなんかネガティブにね、ちょっと感じてしまう、勝ち運ないのかなとか、まあまあ、前回はねまだ1失点だったんで良かったんですけども、開幕戦なんかはね、いかんところでホームランを打たれてしまったという、まあそこまでねすごい頑張っていたから、1球だけがというような評価ではあるんですけども、まあこういうふうにね、今回みたいに崩れてしまいますと、そういうところまでねほじくり返して、なんか、やっぱり勝負どころ勝負がね甘いというふうにね言わざるを得ないというような形になってしまいますんで、ちょっとね本当に今日は残念なピッチングだったんじゃないかなというふうに思います。はい。で、まあ決勝だと言いますかね、逆転弾を放った小園選手じゃないわ、オコエ選手のセンター前のね、タイムリーヒット、本当にもういやらしいところに転がしてね、打たれてしまったんですけども、まあ小園選手がね、ちょっと変な動きをしたというふうにね、見た方多いんじゃないかなというふうに思うんです。もっとね、腕いっぱいに伸ばすと取れただろうというふうにね、見えるような打球だったんですけども、ファーストでアウトにするためには、体勢で取らないと、アウトにできないという判断のもと、ああいう体のね、使い方
方になったんじゃないかなというふうにね、自分は見ておりまして、走るラインをですね、もう一個後ろの方にね、斜め後ろの方に、センター方向に走っていけば全然追いつける打球ですし、まあ、小園選手がね、取ったラインでも、もう一個ね、手を思いっきり伸ばせばね、打球に対しては、追いつくというような当たりだったというふうに思うんですけども、仮にね、まあ、あのまま腕をね、目いっぱい伸ばして取りに行ったとしても、バッターランナーをね、オコエ選手ということで足が速いんでね、ファーストはセーフになってしまって、まあ、勝ち越しまではいかないにしてもね、同点を許すというところになってしまうんで、もうそこはね、勝負をかけて、体を入れてね、早急につながる取り方をしようという感じで、体を入れながら手を伸ばしたんでね、こう目いっぱい伸ばすことができないと、こうやっていけば伸びるんですけども、ちょっとこう体を入れながら取ってファーストに投げれるようにつなげたいという思いから、ああいう動きになってね、まあ結果取ることができなかったということなんで、まああれは勝負に行った結果なんでね、仕方ないかなというふうに、まあああいう判断がね、できるのも素晴らしいというふうに思います。あまり経験がないショートですと、もう目いっぱいね、腕を伸ばして取りに行って、取るはいいけどオールセーフになるということになりますんで、まあそれだったらね、勝負に行って、取れなかったという方が、まあ気持ちがいいかなというふうに思いますんでね、まあ小園選手のプレーに関しては、自分は問題なかったというふうに思っております。でその後の吉川選手のセンター前、久保選手がねポロッと、やってしまったんですけども、まあ、あれもね勝負にいった結果ということで、もう一個後ろで待ってあのバウンドを合わせて取ろうとするとね、まあ、取ることはね容易ではあるんですけども、そこで取っていたらねセカンドランナーホームでアウトにすることができないということになってしまうんで、まあ、勝負にいってね中途半端なバウンドになってしまうんですけども、まあ、あんだけ突っ込んで取ればホームをねアウトにするチャンスがあるということで突っ込みました。まあ、ただなのでそこではねバウンドは合わないんですけども、まあそこで無難に行ってもね、もうしょうがないということで勝負に行った結果、久保選手は弾いてしまったということなんで、ここもね、問題のあるプレーではないというふうに思っております。その中ですね、最後、森浦投手に代わった後、2番の佐々木選手の当たりですね、高く跳ねた当たりで、菊池選手が取ってね、まあ逆モーションにもなりますし、高く跳ねたということもありまして、ファーストは間に合わないという判断をしたところ、二塁ランナーがサードオーバーランしたところでね、送球してタッチアウトにするというプレーがありましたんで、まあそこはね、やっぱりさすがの、状況判断かなというふうに思いました。はい、というところがですね、まあ、あの7回の、ちょっと残念、6回か、6回の裏の残念な守備のところとなりまして、まあ、ここに関してはですね、もう少しだけ掘り下げたところをですね、ここに書いてありますように、メンバー限定の動画で、本音をね、語っておりますんで、どうかですね、メンバーシップに登録していただいて、そういう動画をね、見ていただきたいなというふうに思いますんで、KT、こちらのチャンネルの、応援もよろしくお願いいたします。はい、そしてその後起きましたね、黒原投手、まあ明日ね森下投手が、予告先発ということになりましたんで、黒原投手は中継ぎに回りということになりまして、今日はねいいピッチングだったと思います。岡本選手から見逃し三振も奪うというところもありましたんでね、まあちょっと狙いとは違う球でねフィニッシュだったかもしれないんですけども、低めで誘い出して空振りを取るというイメージで投げたのかもしれないんですけども、高めに浮いてきて見逃してしまったというようなね、見逃し三振になったとは思うんでですけども、まあ、その後の、ね、坂本選手含め、ジャイアンツのクリーンナップをしっかり3人で、ね、料理したというところで、黒原投手はナイスピッチングだったと思います。はい、でその次の回8回の裏はコルニエル投手登板して、まあいい球はいいですね、アウトコース低めバチバチと、決まる球もあるんですけども、制球にちょっと苦しんでというところがありますんでね、その辺さえ、もう少しで、ね、まとまってこれば、本当に先発でも使えるようになるかなというふうに思うんですけども、まあ、実にね本当にいい球はいいものを持っておりますんでね、あとは制球力磨いていきましょう。はい、そして最後9回の表ですね、代打二俣選手が出てきて、ネクストに田村選手、その次に久保選手で、その後ね回っては来なかったんですけども、石原選手が控えているという並びになっておりましたね。ちょっとなんかワクワクするようなね、並びでした。まあ会えなくね3人で終わってしまったんですけども、まあ二俣選手がね高梨選手に打ち取られた段階でベンチに帰って石原選手に、どういう球筋だったよというふうに教えている姿もありましたんで、まあ石原選手もねなかなか数少ない打席に立つチャンスというところでね、絶対ものにしたいなという思いがですね、やっぱり共にファームで頑張ってきた、二俣選手から情報を聞き出してというようなね形になったとは思うんですけども、まあこの二俣選手、田村選手、久保選手、石原選手という並び、ちょっとね9回なんかまあ勝ちはね難しいなという感じで正直見ていたんですけども、ちょっと面白い並びだったなというふうに思いました。
はい、というところはね、まあ本日の、振り返りというところになりまして、まあ切り替えて、明日ということで、まあ甲子園でもね、初戦落としてその後2つ取ってということをやりましたんで、カープ、もう一回ね、明日から2連勝して、カープ勝ち越しで1週間では4勝2敗というところで終えたいなというふうに思っておりますので、皆さん、応援の方ね、しっかりよろしくお願いします。はい、で、明日の予告先発はカープが森下投手、今季初登板となっておりますのでね、期待の方しております。もう満を持してというふうにね、言わせていただきます。で、対するジャイアンツの方は堀田投手ということで、私正直あまり存じ上げておりませんのでね、どうなるかというところです。はい、ということでね、まず明日勝てばこれでね、3勝すると今週1週間で3勝というふうになりますんで、まずは1週間の5分というのは決めることができますんで、まずはね、明日、森下投手で勝って、日曜日はハーン投手になるのかな、はい、というふうに思いますんでね、なんとか勝ちましょう。はい、で、明日はまあ森下投手なんで、相手ピッチャーね、堀田投手、右投手ではあるんですけども、キャッチャーは相澤選手が入るのかなというふうに予想しております。で、坂倉選手もね、本日ホームランを打っておりますんで、もう休養はね、昨日、おととい連休取っておりますんで、明日もね、出した方がいいというふうに考えると、坂倉選手ファーストに入れて、堂林選手レフトに入れて、ちょっとね、自打球で、顔面じゃない、目ん玉のね、近くに当たってしまったという秋山さんをね、もう一回安静にさせてあげてもいいのかなというふうに思いますんで、明日の私のスタメン予想でいきますと、キャッチャーに相澤さん、ファーストに坂倉さん、レフトに堂林さんと、いう並びになるんじゃないかなというふうに予想しております。で、まあ、センターの間さん、ライトに、玉名さんという布陣かなというふうに思います。で、三遊間のところで行くと、今現状で行くと、小園選手、矢野選手、田中選手のね、選択肢でやってるのが、まあ、矢野選手と田中選手のコンビというのはないんですけども、まあ、小園選手がショートに入って、田中選手がサードに入る。もしくは、矢野選手がショートに入って、小園選手がサードに回るという、このね、二パターンになっておりますんで、まあ、本当に結構似たり寄ったりではないんですけども、そこにですね、やっぱり二股選手とか、林選手とか、韮澤選手とかね、長打も打てる選手も含めて、シャッフルをね、していってほしいなというような感じはします。まあ堂林選手がね、本当に渋いところでタイムリー出ておりますんでね、4番の働きとしては十分かなというふうに思うんですけども、やっぱりね、ああやって坂本選手とか岡本選手のように一発でね、じわじわと追い上げるというところも相手にとっては嫌なのかなというふうに思いますんで、まあこういうホームランの打てそうな林選手とか韮澤選手なんかも含めて、三遊間をね、決めていってほしいなというふうに思っております。はい、そのね、まあ今、林選手、韮澤選手、名前出しましたけども、今現状、ファームにいるということで、明日、明後日はね、現実的にはないのかなというふうに思うんですけども、そのファームですね、今日は、工夫早手戦ですかね、に、試合やっております。で、今日は8対0でね、負けているということになりますので、新規参入球団に負けるということになっておりますのでね、打たれたのが、藤井玲良投手かが6失点ということになっておりますね。まあ遠藤投手、5回を投げてね、1失点でまとめているということなんで、もっともっとね、アピールをしてほしいなというふうに思います。で、まあ新規ね、球団ちょっと詳しい事情わかりませんけども、まあ田中健二郎さんもね、投げているというところもありますし、まあただね、選手の数が試合で使えるだけのね、数というのはおそらく限られてくるんでね、本当にいい選手ばっかが、出てくるのかなというふうに思いますね。なかなかね、プロとしても戦いにくいところはあるというふうに思います。プロはね、本当にいろんな選手を試してというところはありますし、データの方もね、ちょっとこの新規参入球団がどれだけデータを貯めながら試合してるか分かりませんけども、まあプロ野球はね、結構データ重視して打席に立ったり、ピッチャーがね、バッターを迎えるというのが多いんで、新規参入球団って本当にね、情報がないという中で試合に臨まないといけないんでね、本当にアマチュアの一発勝負みたいな試合の感じでね、試合の中で相手をね、分解していくというような作業になってくるんで、結構戦いにくいところはあると思うんですけど、それでもやっぱりね、0対8で負けるというのはね、心配になるかなというふうに思っております。はい、というわけでね、本日はもうちょっと勝てただろうという試合を落としてしまって悔しいんですけども、本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。繰り返しになりますけども、メンバー限定の方でね、ちょっと本音の方も語っておりますので、そちらの方もぜひ、ご覧いただきたいなというふうに思っております。はい、というわけでね、ちょっと連勝2で止まってしまって、ジャイアンツに勢いを与える、負け方となってしまいましたけども、そんなの関係ねえ、やっちゃうやということで終わります。おやすみなさい。失礼します。